ボリス・パステル・ナーク、ボリス・レオニード・ビチ・パステル・ナーク、1890年2月10日から1960年5月30日は、ロシア及びソ連の詩人、小説家、文学翻訳者、1960年、肺がんにより死去。詩集、我が妹人生はロシア語で出版された文学作品で最も影響力を持つ作品の一つである。また、 彼が翻訳したゲーで、シラー、ペドロ・カルデロン・デラ、バルカ、ウィリアム・シェイクスピアの作品は、ロシアの民衆にとって未だ人気が高い。ロシア国外においてパステルナークは、ドクトル・ジバゴの作者として最も名高い。ドクトル・ジバゴは、ソ連において、発禁処分となり、密かに国外に持ち出され、1957年にイタリアで刊行された。 パステルナークは1958年にノーベル文学賞の受賞が決定したが、ドクトルジバゴの出版とパステルナークのノーベル賞、受賞は共にソ連共産党にとって侮辱で許しがたい出来事であった。ソ連国家保安委員会とソ連作家同盟による反対運動の末、パステルナークは受賞自体にしぶしぶ同意することとなった。ノーベル委員会への受賞自体の手紙では、 ソ連当局の反応が事態の唯一の理由であると述べられていた。パステルナークの受賞に対する反対活動はソ連の国際的信用を傷つけることとなった。彼は今日までロシア文学界を代表する作家である。さらにパステルナークが始めた反対性活動はアレクサンドル・ソルジェニーツィンやその他の反対性活動家によって引き継がれ、洗練され、拡大していった。 パステルナークは1890年2月10日にモスクワで生まれる。父はユダヤ系の画家レオニード・パステルナーク。母はピアニストのローザ・カウフマン。パステルナークが生まれる直前に両親は正教に改修した。レフトルストイは家族にとって親しい友人であった。パステルナークは後に私の父は彼の本の挿絵を描き彼に会いに行き彼を尊敬し、そして 私の家全体は彼の精神を吹き込まれた。と語っている。1956年のエッセイでパステルナークは父親がトルストイの復活のための挿絵に熱心に取り組んでいたことを思い出している。同作はアドルフ・マルクスがサンクトペテルブルクを拠点として発行した荷橋に連載された。スケッチはリアリズムの精神から法廷や刑務所、 列車から観察した様子が描かれた。パステルナークは、私の子供っぽい想像は、正式な鉄道制服を着た車掌が、台所のドアの横に立って待っている姿に打たれた。彼はまるで駅を出発しようとする客車を見送るときに、プラットホームでっているかのようにして、挿絵が完成するのを待っていた。りはストーブで沸騰していた。イラストは、大急ぎで乾かされ、固定され、 ボール紙に貼り付けられて巻かれ、縛られた。包みは、準備ができると風浪で封をされ、車掌に手渡された。と語っている。マックス・ヘはワードによると、1910年11月に、トルストイは自宅から逃げ、アスタッポボの駅長の家で死去した。レオニード・パステルナークは、電報でその知らせを受け、息子のボリスを連れて直ちにそこに向かい、 トルストイの死に際の様子をスケッチした。とのことである。また、パステルナーク宅には、セルゲイラ・フマニノフ、アレクサンドル・スクラービン、レフシェストフ、ライナー・マリア・リルケラがよく訪れた。パステルナークははじめ音楽家になりたいという希望を持っていた。アレクサンドル・スクラービンに指示して、モスクワ音楽院で学ぶが、絶対音感が欠けていることから挫折した。なお、 ピアノ・ソナタなどの作曲作品が残されており、レイラ・アウエルバッハによって録音されている。1910年、彼は突然ドイツのマールブルク大学に向けて出発し、同校で新ンと派の哲学者、ヘルマン公ン・ニコライ・ハルトマンの下で哲学を学んだ。パステルナークは、モスクワで紅茶賞を営む名家の娘、イーダ・ビソトスカヤと恋に落ちた。彼は、 高校の最終学年で彼女と出会い、彼女の最終試験の準備を手伝った。彼女は1912年の夏、知らせもなくマールブルクを訪れ、彼は彼女に愛を伝えたが、その様子は、死、マールブルクで描写されている。公演教授はパステルナークにドイツに泊まって、哲学博士号を取得するように勧めたが、彼はそれに従わなかった。 結局彼は1914年に第一次世界大戦が始まるとモスクワに戻った。最初の詩集、雲の中のソーセージはその年発行された。パステルナークはイーダに求婚したが、イーダの家族はパステルナークの貧しい様子を見て、その求婚を拒否するようイーダを説得した。イーダは後に貧困の中で死んだとされる。 パステルナークは深い悲しみと欲求不満を次の詩集、政府コンダクトの中に書き綴った。彼の初期の詩は、カント哲学の影響を色濃く感じさせる。衝撃的な党員、ワイルドでリズミカルな組み合わせ、時代にマッチした語彙、そしてリルケやレールモントフ、プーシキン、ドイツのロマン派詩人など彼が気に入った詩人たちへの隠された言及含まれている。 第一次世界大戦の間、パステルナークは、ペルミ近郊の科学工場で働き、教師として学問を教えた。ペルミでの経験は、後のドクトルジバゴの執筆のための資料となった。パステルナークの家族や近しい知人たちは10月革命の後、ロシアを去ったが、彼は止まった。その後も次々と詩や三文を発表し、早くから高く評価されていたが、 1930年代には政治的非難を受け沈黙を強いられた。この間にシェイクスピアやファウスト、グルジアの詩人などの翻訳を手掛ける。1957年その体制批判を含む内容のためにソビエト連邦での交換を拒否されたドクトルジバゴがイタリアで出版される。少なくとも1946年から1950年の連続5回。 ノーベル文学賞候補としてノミネートされていたことが判明しており、1958年には受賞者として発表されたが、ソ連当局の圧力により事態を余儀なくされた。ただし、委員会側が一方的に賞を送り、後に遺族がこれを受け取っている。ドクトル・ジバゴがソビエト連邦で観光されたのは1987年のことである。なお2007年1月。 サンデータイムズが報じたところによると、ドクトルジバゴの西側出版にあたり、ロシア語原稿のダッシュなど米中央情報局が積極的に関与したということである。少年時代に作曲した曲としては、ピアノソナタや前奏曲など、少数のピアノ曲が残っており、録音もある。ドクトルジバゴ5の作品でパステルナークは、愛、不死、神との和解に関する、 普遍的な問題を論じた。最後に刊行された作品は1959年のウェンザ・ウェザー・クリアーズであった。イビンスカヤによると、パステルナークは、ドクトルジバゴに関する論争の間でさえ、毎日の執筆のスケジュールに執着していた。また彼は、ユリウシュ・スーバツキとペドロ・カルゲロンで選ばるかの作品の翻訳を続けていた。 1959年の夏にパステルナークはザ・ブラインド・ビューティー・ロシアの濃度性の期間に奴隷とされた芸術家に関する演劇マイナスの執筆を始めた。しかしながら同作が完成する前に彼はがんとなった。パステルナークは1960年5月30日の晩にがんのため自宅で死去した。彼は最初に息子たちを呼び出し彼らの前で 誰が私のためにほとんど苦しむだろう誰が最も苦しむだろうオリウシャケだろう。そして私には彼女のために何かをしてやる時間はなかった。最悪なのは彼女が苦しむだろうということだ。と語った。パステルナークの最後の言葉は私はよく聞こえない。そして目の前は霧で覆われている。でもそれは晴れるだろう。 明日は窓を開けるのを忘れないでくれ。であった。彼の死の直前に、ロシア政教の司祭がを与えた。その後、ペルデルキノにある家族のダーチャでパニヒラが行われた。紙の小さな死亡告知のみにもかかわらず、手書きの葬儀日時の通知が、モスクワ地下鉄中に貼り出された。その結果、何千人もの追悼者が、モスクワ市ペルデルキノにある市民墓地に葬られたパステルークに訪れた。 ジョン・ストール・アー・ジーによると、ボランティアが彼の棺を彼の埋葬地まで運んだ。そして、出席者、詩人のアンドレイ・ボズネセンスキーを含むは禁止された、ハムレノの死を暗唱した。と語っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。